手越祐也いって復帰へ予告映像で判明ネット、マジで。ずっと待ってた、泣きそう。日本テレビ系バラエティ番組、世界の果てまで一手て毎週日曜後7時58分、が29日に放送され、手越祐也が復帰することが予告映像で明らかとなった。写真、一手て復帰が決定した手越祐也。 全力ポーズで笑顔を振りまく予告映像では、近日公開、とした祭り企画に、MC 内村て良が6年ぶりに参戦。さらに宮川大輔に、網で捕獲される、形で手越が姿を見せ、男三人祭りの、ラストピース、として出演することが発表された。ネット上では、手越復帰。マジで、ずっと待ってた、予告だけで泣きそう。 本当に戻ってきてくれて嬉しい、絶対に見ます、などの声が寄せられている。手越氏は、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言下の2020年4月、都内の飲食店への外出や、女性を集めた飲み会を開催していたと一部週刊誌で報じられ、これを手越本人が、掲載内容の相違はあれど、女性を伴う外出の事実と認めた。 その後、同年6月にジャニーズ事務所、当時、と契約解除し、所属グループのニュースを脱退。一手ても降板していた。